東京ヘリポートは、東京都江東区新木場にある公共用ヘリポート。東京都営空港の一つ。正式名称は、東京都東京ヘリポート。公共機関のヘリや在京マスコミ各社の報道ヘリ、遊覧飛行やチャーター便、訓練飛行などを行う、民間航空会社など、多種多様なヘリコプターが常に多数中期し、頻繁に発着が見られる。 科学万博1985年の国際科学技術博覧会の開催に際し、道路交通の渋滞を避ける交通手段として、首都圏の数カ所から茨城県筑波郡の臨時ヘリポートまでのヘリコプターによる定期旅客輸送が実施された。東京ヘリポートからは、朝日公がベル412。 212を使用して、つくばとの間に1736便を運航、成田空港との間に8便を運航した。成田空港エレックス社が2019年に、成田空港と約18分で結ぶ直行便を開設した。2006年7月1日から、夕日航空の成田空港直通乗り合い路線、成田ヘリエクスプレスの新路線として、 東京ヘリポート発着の路線が運行されている。予約があった場合のみ運行するチャーター便となっている。上基地はすべて開港当時のもの。ありがとうございます。